こんにちは、パティックです。はい、どうも、皆さん、ブラです。今回ね、初心者向けのオンラインのお金の稼ぎ方と一緒に、いろいろなね、お知らせをしていきたいと思います。まあ、これはね、ババテラのね、スターターパック、GT オンラインスターターパックといって無料です。これがね、基本的にお勧めしているお金の稼ぎ方の流れですね。そして、所持金ゼロでも、このね、ババテラ放置ジョブというコミュニティ2019は、これは今5500人突破してます。かなり、人が、いますので放置ジョブっていうのをねかなりね簡単にね開始することができます。これは説明欄の ① というところから放置ジョブのね詳しい解説は確認してください。ここではざっくり説明していきます。そして、この放置ジョブっていうのはコミュニティで、PS ボタンを押してコミュニティを押してからパパテラとかね放置ジョブとかねそのワードだけでもほぼ出ますね。そしてこのタイトルパパテラ放置ジョブ2019というのがあります。5500人今突破していて、コミュニティウォールというところにかなり書き込みが数分おきにあります。で、そこから、参加することができますね。書き込みなどをしてね。あとはそのねジョブの取り方、ジョブ単品を取るんじゃなくてプレイリストというね16個のジョブが重なったやつですね。必ずプレイリストというのをゲームに追加をします。それは動画の説明欄の、リンクから、飛びますね。必ずその携帯のね、ブラウザーでソーシャルクラブにログインしてないとダメなのでログインしてない方はもう一度ねログインしてください。そして放置ジョブというのをブックマークゲーム追加したらゲームを再起動かけてから、招待限定またはフレンド限定セッションなどで開始します。開始したら2人以上で開始でコントローラーを必ず固定します。 USB を接続して左のスティックを必ず12時とか12時半方向にしますね。これが11時半方向だと失敗します。そしてね一人称になっても失敗するので気をつけてください。放置ジョブでお金を貯めたら約100万から200万ドル、まあ、120万あればね、できますね。キャラクター2人目を作成します。そして物件売却の準備をします。これ物件売却のやり方2にありますけれども120万からでもできる物件売却のやり方はまたさらにね説明欄の下の違う部分にありますから確認してください。1のキャラで、準備をします。そして必ず1のキャラでは左側のキャラクターですね、これはね4番目5番目6番目の物件を高級なアパートにします。そして2のキャラクターですね、ここに安い物件4番目5番目6番目に安いものを用意するとこの物件売却の準備ではなくて本編というのをやることで1のデータ、4番目5番目6番目の高い価格が右の2のキャラクターに移ります。だから、2のキャラクターではもともと安い物件だったのに高級な物件の価格が移ることでそこにね安い物件を買い足すことで差額を設けることができます。そして、他にもね、準備という中で、コスチュームのグリッチもすることができますね。コスチュームのグリッチは1のキャラクターと2のキャラクターが異性であればバグったコスチュームですね、チェス柄のねコスチュームとかまたはね、普段買うことのできないコスチューム、例えば手錠とか、まあ、透明を含むものだったりとかそういったねモッドのコスチュームが手に入れることができます。準備は必ずね1回だけですね、まあ、もちろんね4番目5番目6番目全部揃えた人はもう1回だけです。
で、4番目だけやった人は、まあお金がね、集まったら5番目。そしたら6番目っていうふうに、高級な物件を用意することで、どんどん稼ぎを増やしていくことができますね。では本編の説明ですね。2のやつですかね。3ですね。詳しくは3番目の、説明欄から確認してください。必ずオンラインのキャラクター2で最後終わらせて、セーブのアイコンですね、スタイル変更、金色くるくるを出します。これとストーリーに戻ってストーリーのセーブデータを読み込む、この2つをやらないと絶対失敗します。これがね、できてない人が多いですね。これをやらないと必ずこのグリッチは成功しないので確認をしてください。逆の手順っていうのは無理ですね。で、この本編ではウェイステッドといって、鳥を列車または車などに、衝突させてウェイステッドという文字を出させます。そうすることで、オンラインに行った時に1のキャラのデータが右の2のキャラクターに移るといった仕組みですね。このタイミングも、ゆっくりね、確実にやれば、成功します。鳥の操作が難しい人は左スティックを倒しっぱなしにしないとか、倒したらすぐ戻す、倒したらすぐ戻すといった操作をしてください。動画では、早送りなどもありますけれども、基本的にはゆっくりやることで成功します。落ち着いてゆっくりすれば、必ずこのグリッチは成功します。そしてこのグリッチは一度覚えてしまえば長い期間できるといったね、メリットが今あります。この物件売却のグリッチはもうちょうど1年になりますね。その間に3回ぐらいね、修正入ってますけれども、回避はできています。そして現在もできています。では物件売却でお金がある程度稼ぐことができたら、今度は CEO のオフィスにも準備をします。1のキャラクターに最高級のオフィスを用意して、2のキャラクターに安いオフィスですね、一番安いやつと2番目に安いオフィスをグリッチするたびに交互に買い替えることで2回に1回稼げる仕組みになってます。これよくわからない人はアパートだけで稼ぐようにしてください。それから犯罪事業スターターパックを購入している方は、これは基本的に通常のオンラインの状態では稼ぐことができないです。例えば、オフィス割引期間中の時だけ、犯罪事業スターターパックの人は、2番目に安いのと3番目に安いオフィスを買うことで、差額をね、設けることができますけれども、基本的にはね、犯罪事業スターターパックを購入した人はほとんどオフィスでは稼げないと思ってください。オフィス割引期間中だけ稼ぐことはできます。他の、普通のね、普通に購入した人、まあ課金をしていない人は、オフィスでは常に稼ぐことができますね。では ③ ですね。車両複製、これについては、車両をね、コピーをして、稼ぐ方法なんですけれども、資金が結構かかります。複製する車両、エレジーレトロカスタムやサルタ RS、石レトロを作るためにも結構お金かかりますね。まあ、そのね、複製する車両の、作り方、それからね、売却目的に適しているものかどうかっていうのをね、よく確認する必要があります。これよくデラックスとかビジランテとか複製する人いるんだけれども、それはね、売却目的じゃないですね。それはね、単純に例えばね、プレイヤーキルとかをして楽しんでる人とかはそういったね、戦闘車両をね、コピーすることは結構ありますけれども、それは売却目的じゃないと思いますね。で、売却目的の人は必ず1Cレトロや、サルタ RS、 それから、レジーレトロカスタムなどを売却目的に適したもの、基本的にはカスタム代金がめちゃめちゃ高額でないと意味がないですね。売却の価格というのはカスタム代金割る2なので、カスタム代金の半分の価格で売れることができます。1Cレトロなんかは400万ぐらいでかけてね、カスタムをするので、だいたいね、177万ドルぐらいで売ることができます。そしてLGレトロカスタムは180万ドルぐらいかけることで97万の売却ができるといった仕組みですね。まあ、資金が少ない人はサルタンレースなので160万ぐらいの、カスタムをして80万ドルぐらいで売るといったね、その人に合わせて、資金が、の予算に合わせて、車両を複製するものを決めてください。そして複製っていうのは、できたりできなかったりするっていうのがすごくね、激しいので、その時々ですね、
タイトルにパッチとついたらできないですよっていうのを確認してください。では次は、何を持っていたらいいのか、ある程度資金が集まったら、こんなね地下基地が必要ですよとか施設が必要ですよとかね、こういった部分で、安いのはどこですよっていうのを、詳しく説明欄で、説明していますね。まあね、いらないものっていうのもあります、まあ、現時点ね、4月30日の時点ではナイトクラブはほぼ必要ないかなと思いますね。グリッチには使えないですね、ほとんどね。一番ね初心者さんが、まあ、買った方がいいかなというのは、もちろんねアパート、高級なアパート、それからオフィス、次に地下基地かなと思いますね。その次がアリーナのワークショップとかアリーナかなっていうぐらいですね。とりあえず、ナイトクラブ、それからね施設はその次でいいと思います。お金があったらやればいいかなって感じですね。機動作戦センターはかなり有能なので、これは買った方がいいです。そして区画2を、まあ、居住スペースや武器のワークショップにします。絶対にね武器乗り物ワークショップにしないでください。そして区画3は必ず個人車両保管庫ですね。これにしとかないと、本当にね不便になりますね。何度も何度も武器乗り物ワークショップと個人車両保管庫を、その改造をね、切り替えたりするとその度にお金かかっちゃうので、基本的には機動作戦センターは個人車両保管庫、そしてアベンジャーに武器乗り物ワークショップとしてデラックスを複製するようにした方がいいかなと思います。まあこんな感じで揃えるために2000万ドルぐらい必要になります。欲しいものとかをすぐ買わないで、まずは施設や設備を揃える、複製する車両などをね揃える、そしてね最終的には最低限1000万ドルは手元に残すようにしておきましょう。じゃないと急なアップデートが来た時に何も買えなくなっちゃいますね。常に1000万ドルは持ってるようにしてください。まあそんな感じで4月30日の時点ではこういったねおすすめになります。初心者さんもしくはまあ、ね、お金のない人のためにまあ解説をしてるんですけども、本当にお金ない人は放置ジョブコミュニティに入ってぜひね自動でお金と RP を稼ぐようにしてください。そういった感じですね。まあ、ゴールデンウィークお金稼ぎ頑張ってくださいね。はい、以上です。